信号出口付近首都高速川口線は、東京都足立区の港北ジャンクションで、中央環状線と接続し、埼玉県川口市の川口ジャンクションで、東北自動車道に接続する首都高速道路の路線である。道路法上の路線名は、東京都道二百四十二号高速かつし川口線及び、埼玉県道二百四十二号高速かつし川口線であり、 本路線に加えて連続する中央環状線の小菅、ジャンクションから港北ジャンクションまでの区間が指定されている。また、都市計画法上の都市計画事業としての名称は、東京都市計画道路都市高速道路足立線である。1987年の道路線の開通により、北は東北地方の青森県青森市から、南は九州地方の熊本県八代市までが、 高速道路により直結された。S1 大半が埼玉県内を通る路線のため路線番号に S がついているが、全線が東京外環自動車道以南であるため、東京線の料金券であった。2012年より料金券が撤廃され、距離別料金制となっている。24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成。ありがとうございます。